野辺邦治、62年生野辺邦治です。今チェックしてもらってます。まあどう4.5、3mm、 3mm どっかで落とさないといけなくて、うん、これさあんまり遊びがないじゃんここがさ、うん、こっちで2.1 とかしないと標準までいかないけど、まあ低音があとほら反りがあるかどうかでさ、うん、反りはどうあるんですけど高音側だけだよね反ってるなって思う。両方とも反ってるよ。反ってる反ってる。でも元音みたいな、なんだろう、これ自体はこうそんなに反ってないようだけど、うん、それがこうなってる感じ。ああ12フレットから反ってるやつでしょ。そう、こうね、うん、ここは結構そんなに反ってなさそうなんだけど、うん、実際は元がこう、その原因としてはここ一回修理が、そう、これ何このこれこれなんか倒したか、え、これは一回やらかしてんのこれ。うん、うん、でここのコンマいくつでも、うん、ここでは起こしてくっつけた、うん、あ、違う、違うかな。でも一回その割れてると思うんだよね。ああ。割れた時の微妙なこのコンマいくつの隙間も、うん、ここなんだ、時計の根元と針の先と一緒で、うん、ここがもうわずかでもこっちでは9時10時って動くわね。ああ。で1ミリぐらい動いたらすぐコンマ5ぐらいは上がっちゃうから。ネック取りの成果、まあここも関与してると思うんだけどね。なるほどね。外れてますか？なんか裏板が外れてる気もするんだよね。まあ、一応両方見てもらって。どう？今のところ。ねえ。ね、うん。うんうん、そこね。宝さまなのかな。うん。あとちょっとなんか怪しい、怪しいとこ3箇所全部で3箇所ぐらいあると思うんだよね、うん、これ直して全然まだちょっとパチパチがどっか出てくればね。うんうん、うん、なるほどね。何やばいの見っけ、そうだね。とりあえず、まあ、裏は何箇所かあると、うんうん、表どうですか。表は大丈夫そうだよ。ねえ。でもここ、ここどう？それ直してあんかな？いや、なんともない。なんともない。なんかどっちか塗ったっぽい感じなんで、こっちだよね。こっち塗ったっぽくない？後から。なんかこのさ、大丈夫？うん。フレットのさ、こういうとこ、際のところ何それ？接着剤みたいのくっついてるの？フレットの際、うん。接着剤かな。接着剤。なんかね、これだけ汚いね。うん。だから多分さ、あの原稿下げてもさ、下がったとしてもそんなに下がらないじゃん。うん。だからぶっとい高いフレットくっつけて原稿を上げていく作戦で。ああ。そうね。うん。そうすれば、まあ、削り、うん、削る？フレット交換した際にちょっと削り入れれば、うん、まあその分。ああ、なるほどね。うん、分かった分かった。あれでしょ？指板の厚みが減るからその分サドナットが上に出てくるってことでしょ？まあそれはもちろん。うん、だけど、うん、ただこの原稿なんとかしないと売り物。そうなんで、これ原稿さえ下がればいい感じなの。うん。こっちはあんまり期待できないから。でしょう？そっちもうね、だってテンションかかってないよねあんまりね。3ミリ削るわけじゃないんで、あれなんだけど、2ミリぐらいは削って、こう、なるべく低音をこっちをギリにして。うんうん。そうね。ここは、それは謎の。俺もそれ気になったんだけどさ、なんでそんなことになるの？それは割れてるの、そこから。ここのとこ。そうそう、ひびが。でも、まっすぐ割れてると思わない？え、あ、あれだよ、接着、
うん、接着層のところがちょっと切れたんだよね。で、野辺さんってアリだからさ、あ、はい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 、なんとなくそのこの辺もちょっと動塗装があれだから少し動いたっぽいような、なるほどね、感じもあるんだけど、でも地盤の接着が甘いからな。地盤の接着が甘いとこう動いちゃうね、ジュンゾルっていうかこう、うんうん、切れてね、しっかりくっついてると結構あれなんだけど、うん、ずるっといくわけね、うんうんうん、接着層が厚いんだ多分かもしれないね、噛んでる、うんうん、なるほど。これさ、原稿ですね、原稿、そうこういうのさ多分塗り重ねて直ってんだよね、こういうのね多分。何が、え、ここに傷あったっぽいじゃん、これこのまんまだよ、え、元から元からっていうかオリジナルに傷つけてそのまんま、あ、そうなん、うん、へこんでるからだって爪傷が、あ、そっか、だから別にこんぐらいだったらね、うん、別に塗るのはいらなくない、そうね、綺麗、うん、じゃあ力着外れし、何フレット交換と何原稿下げ、まあ原稿下げのためのフレット交換、そう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 、っていうか指板削り、うん、ただちゃんと計算しないとあれなんだけど、そこは田辺君の腕で、そんなもん本当は、でもこの高さだと二重指板しないといけないぐらいね、上重ねるやつでしょ、うん、だけどね高くなっちゃう、高くなっちゃうよね、だからフレットを高くする、分厚い高いやつで、まあでもコンマいくつだからうん、まあそんなもんかな、うん、あとフレット入れた時にちょっと後ろ向いてくれれば、なるほどね、じゃあそういうことでお願いします。それでは1964年製の野辺邦治のギターの修理が終わったので、田辺さんにどんな修理ができたのか説明してもらいます。お願いします。まあ、フレット交換しました、うん、フレット交換、どんなフレットしたんでしたっけ、高さが 1.27、 お、高い、いいですね、抑えやすい、で幅は 2mm の標準なんですけれども、お、いいじゃないですか、まあ、割と楽器がね、あのネックの刺されが深い、深めだったから、うんうん、この削りも結構入れて、うん、標準より全然原稿下がるように調整しました、うん、ああいいですね。今原稿どんぐらいになってるんですか。 2.6 の 3.7 ぐらい、ね、ああいいですね、弾きやすいですね、うん、でまあ指板がね、もともと 49.5 の 58.5 だったかな、弦幅、指板幅、指板幅、もともと指板の幅が細めなので、細めですよね、はい、女性にいい感じです。今現状これ短いんですよね、645でしたよね、645、そうで、まあ普通の楽器より全然細いけど、この幅自体は42で、うん、割と標準に近いです、うん、で、まあ、で指板幅がここが0フレットが 49.5 49.5 で12フレットが 58.5、 うん、なるほどね、トーレスとかもみんなそうですけど、だってプラス10のマイナス1ぐらいの数字になるんですけれども、でちょっとここあの接着層が少し切れてたので接着しました、はい、で指板の脇とかのちょっと甘そうなところは接着しました、接着が甘いところを、はい、はい、接着してもらいました、で糸巻きはみんな外してクリーニングして、はい、操作性が上がりましたね。あ、いいですね、はい、カキカキ言わない、でナットの溝もあの一度外して付け替えてもらって、これはあの接着してるタイプなんで、はいはいはい、弦外してもこれ落っこちません、あ、はい、あのくっついてます、ね、溝がないタイプだからね、はい、はい、で胴体の方の中の力着が3箇所剥がれたのを直したのと、はい、このちょっと開いてたんですよね、こう直しました、あ、剥ぎ目っていうか、はい、はい、であとはもうひたすら綺麗に磨いてもらって、ええ、はい、でちょっと打痕はあの木まで届いてる、木部まで届いてる打痕はセラックを少しだけ塗ってあります、はい、ありがとうございます、あと裏、裏可能な限りでツヤツヤに、あ、もう綺麗ですね、普通にしました、はい、そんなもんですかね、はい、ありがとうございます。